ラプラタ戦争は、ブラジル帝国、ウルグアイ、アルゼンチンのエントレリオス州とコリエンテス州の大同盟とアルゼンチン連合の間の戦争で、1851年8月18日から1852年2月3日まで行われた。この戦争は、アルゼンチンとブラジル間における、ラプラタ地域の派遣とウルグアイとパラグアイに対する影響力をめぐる争いの一端であった。 戦闘は、ウルグアイ、アルゼンチン北東部、ラプラタ川で発生した。長きにわたる、ウルグアイ内戦を含むウルグアイの内部分裂は、ラプラタ戦争の原因の一つだった。1850年、ラプラタ地域は、正常不安に見舞われた。ブエノスアイレス州知事不安マヌエルデロサスは、他のアルゼンチン諸州に対する独裁支配権を得たが、一連の地域反乱に悩まされた。 ウルグアイも1828年にシスプラティーナ戦争で独立して以来内戦に苦しんでいた。ロサスはウルグアイ内戦でブランコ島を支持アルゼンチンによるモトリオデラブラタ副王領併合まで目論んだ。これはウルグアイ、パラグアイ、ボリビアの支配を意味した。副王領の一部がブラジルのリオグランデドする州に組み込まれたためこの野望は ブラジルの利益と主権も脅かした。ブラジルはロサスの脅威を積極的に取り除こうとした。1851年、ブラジルはアルゼンチンから離脱したエントレリオス州とコリエンティス州の2州、そしてウルグアイの反ロサス政党であるコロラド島と手を組んだ。続いてパラグアイとボリビアとも防御同盟を締結して南西部国境を安定させた。同盟による 包囲網が結成しつつある中、ロサスはブラジルに宣戦線復刻した。同盟軍はまず、ウルグアイ領に進軍、ロサスを支援していた、マヌエル・オリベ率いる、ブランコ島の軍勢を撃破した。その後、同盟軍は分割され、本軍が陸路から進軍して、ロサスの守備軍に対処しつつ、別動隊がカイロからブエノスアイレスに襲撃した。 ラプラタ戦争は1852年に同盟軍が火星ロスの戦いに勝利したことで終結した。この勝利によりブラジル帝国は南米の大半における覇権を確立、国内でも経済と政治の安定期が訪れた。ロサスが亡命したことでアルゼンチンは統一を進めた。しかし、ラプラタ戦争の終結はラプラタ地域の問題を解決せず、以降もウルグアイの清争、 アルゼンチンの長い内戦、そして新興国パラグアイの領土主張が不安要素になった。その後の20年間にも影響力と領土をめぐる争いにより国際戦争が2度起きた。アルゼンチン連合の独裁者、フアン・マヌエル・デロサス。モトリオ・デラ・プラタ副王領、ポルトガル領ブラジル。イスパのアメリカ独立戦争以降、副王領はアルゼンチン、ボリビア、ブラジル、パラグアイ。 ウルグアイの5カ国に分裂した。1828年にシスプラキーナ戦争が終結した後、短期間の無政府状態を経て、ファンマヌエルデロサスがブエノスアイレス州知事に就任した。ロサスは名目上では他の州知事と同程度の権力しか有さなかったが、実質的にはアルゼンチン連合全体を支配した。彼は地域自治権を求める連邦党の一員だったが、 実際には他の州をも支配する独裁者だった。彼はアルゼンチンを20年間統治したが、彼の統治期に連邦党と統一党の武装衝突が再開してしまった。ロサスはモトリオデラプラタ副王領を再建して、アルゼンチンを中心とする強力な共和制国家を建国しようとした。19世紀初頭のアルゼンチン独立戦争により、副王領は数カ国に分裂した。 アルゼンチンが複合領の再統一を果たすには、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイの3カ国、そしてブラジル帝国の南部地域の一部を併合しなければならなかった。ロサスはまず、この考えに同意する同盟相手を見つける必要があった。時には、近隣諸国の内政に介入して、アルゼンチンとの連合の支持者を援助したり、反乱や戦争のための資金を提供する必要もあった。 パラグアイは1811年より自身を独立国としてみなしていたが、他国からは承認されなかった。例えば、アルゼンチンはパラグアイを反乱を起こしている州とみなした。パラグアイの独裁者、ホセガスパル・ロドリゲス・デ・フランシアは、自身の権力とパラグアイのアルゼンチンからの独立を維持するためには、鎖国政策が最良であると考えた。その結果、 パラグアイは1840年まで他国との外交関係の樹立を避けた。1840年にフランシアが死去すると後継者のカルロス・アントニオ・ロペスはこの政策を変更し、1841年7月に条約を2件締結した。この2条約とはロサスのアルゼンチンから離脱したコリエンテス州との友好通商公開と国境協定である。一方、 ロサスはパラグアイへの圧力を強めた。彼はパラグアイの独立承認を引き続き拒否し、パラナ川を封鎖した。ブエノスアイレスからミルラ・アプラタ川、1852年。ブエノスアイレスはアルゼンチンの首都でロサスの権力の中心地であった。旧ブラジル領、シスプラチナ州は1820年代のシスプラティーナ戦争以降、ウルグアイ東方共和国として独立した。 しかし、ウルグアイはすぐに、フワンアントニオ・ラバリエ派率いるブランコ島とフルクトウ・オソリベーラ率いるコロラド島の間の内戦に巻き込まれた。ラバリエ派はすぐに、近隣のブエノスアイレスを治めるローサスからの軍事援助と財政援助に期待できることを発見した。1832年より、ラバリエ派は、リオグランデドする州出身の軍人ベント・ゴンサウベスだ。 シウバからの援助を受けるようになった。ゴンサウベスは1835年にロサスに唆そそされて、ブラジル政府に対し反乱した。その最終目標はアルゼンチンにリオングランデドする州の併合を許すことだった。ラバリエ派とゴンサウベスはウルグアイで軍事行動を起こし、住民に暴力と略奪を働いた。しかし、ゴンサウベスはロサスとラバリエ派を裏切り、 リベーラに味方した。二人は続いて、ウルグアイを侵攻、首都モンテビデオを除くウルグアイの大半を占領した。当時のウルグアイ大統領で、ブランコ島に属したマヌエル・オリベは辞任して、アルゼンチンに逃亡した。ロサスはウルグアイをアルゼンチンの属国に戻し、ゴンサウベスに復讐することを決めた。これにより、度重なる介入が行われた。1839年。 ラバリエ派、オリベ、フストホセでウルキーサ率いる軍勢がリベーラに撃退された。これ以降、ラバリエ派は内戦から身を引いた。1845年、ロサスは再び、オリベとウルキーサ率いるアルゼンチンとウルグアイの軍勢を派遣。今度は、リベーラの軍勢を撃破して、残党を殺戮した。リベーラは、 逃亡に成功した数少ない人々の一人であり、リオデジャネイロに逃亡した。コロラド島の残党がモンテビデオに立てこもる中、オリベの軍勢はモンテビデオを包囲した。ウルグアイにおける暴力がエスカレートし、オリベの軍勢がウルグアイ人1万7千人、アルゼンチン1万5千人を殺害した。オリベがウルグアイの大半への支配を確保したことで、ブラジル南部への侵攻が可能になった。 彼の軍勢は進軍しつつ、牛を盗んだり、農場を略奪したり、政敵を粛清したりした。ブラジルの農場188カ所以上が襲撃され、牛81万4000頭と馬1万6950頭が盗まれた。現地のブラジル人は独自に報復し、ウルグアイに襲撃した。これはカリフォルニアスと呼ばれるになったが、カリフォルニア州がメキシコに反乱して、 短期間独立し、やがてアメリカ合衆国に併合される時に起きた暴力に由来する故障だった。ロサスがブランコ島支持の姿勢を崩さなかったため、ウルグアイの多くの地域が無政府状態に陥った。これにより貿易が脅かされるようになったため、イギリスとフランスがアルゼンチンに宣戦線布告して、ラプラタ川を封鎖するに至った。ブエノスアイレスは、 英仏連合艦隊の度重なる攻撃を受けたが、アルゼンチンの抵抗が走功したため1849年に、アラナサザン条約で講和した。ラプラタ戦争期のブラジル皇帝ペドロ2世。19世紀中期、ブラジル帝国は、ラテンアメリカで最も裕福な国、そして最も有力な国であった。ブラジルは、民主的な制度と、君主立憲制のもとで繁栄し、 ラテンアメリカでよく見られたカウディリョ独裁者、クーデターの脅威とも無縁であった。しかし、ブラジル皇帝ペドロ2世の幼少期にあたる1830年代には、いくつかの州での権力闘争により反乱が起き、ウチファラーポス戦争は前室の通り、ベント・ゴンサウベス・ダシューバ率いる反乱であった。ブラジル帝国にとって、アルゼンチン連邦等の拡張主義的な計画は、 国の存続に関わる危機であり、ブラジルの南に位置する諸国に対するブラジルの派遣への脅威でもあった。もし、アルゼンチンがパラグアイとウルグアイの併合に成功して、リオデラプラタ復王領を再建した場合、ラプラタ川も、その支配下に置かれ、リオデジャネイロとマットグロス蘇州の連絡が切断される、恐れが出てくる。河川の交通が断たれた場合は、陸路が使えるが、 水路では数日かかるのに対し、陸路は数ヶ月かかる。また、ロサスに侵攻される恐れがあるため、ブラジルはアルゼンチンと国境を隣接したくなかった。ロサスの脅威をめぐり、ブラジルの内閣は、その解決策について意見が相違した。閣僚の一部は、ブラジルの戦争準備が整っていないと感じ、敗北した場合は八百二十年代にシスプラチナを失ったとき、 ペドロ2世の父ペドロ1世が退位したように政局が混乱すると考えて何としても平和裏に解決すべきと主張した。他の閣僚は軍事行動でしか脅威を取り除けないと主張した。しかし1849年には高派のパウリーのソアレスで捜査がブラジル外相に就任した。彼は外国援助に頼らずに アルゼンチンの脅威に対処するとの考えを明らかにし、帝国政府はラプラダ地域の事柄に関連するフランスなどのヨーロッパ諸国との同盟を望まない。これらの事柄は緊密な関係を要する国によって解決されなければならない。帝国政府はヨーロッパのアメリカに対する影響力を容認しない。と宣言した。すなわち、ブラジル帝国はその勢力圏を 南米全体に広げようとしたのであった。ブラジルの内閣は、ラプラタ地域の複雑な情勢の解決策として、下記のようなリスクの高い策を選択した。ブラジル陸軍を築き上げるために徴兵することは、資金がかかるため、徴兵はせず、代わりに常備軍に頼った。ブラジルは、派遣軍を送り、ラプラタ地域を守備した。当時、ブラジルの強みは現代化された強力な海軍。 そして数々の戦争を戦い抜いた経験豊富な陸軍だった。それまで他の南米諸国は本物の海軍や正規軍を有しなかった。ロサスやオリベの軍勢は支持者のカウディリョから借りた非正規軍が大半であった。その10年後でもアルゼンチンは戦場に6000の軍勢しか出せなかった。またブラジルはロサスの戦略を採用してロサスの政的に 資金援助を与えて、ロサスを弱体化させようとした。フストホセでウルキーサ、エントレリオス州知事。ブラジル政府は、反ロサス同盟の結成に動き、全県代表、オノリオエルメトカルネーロレオンと補佐官のジョゼマリアだ、シウバパラーニオス率いる代表団を派遣した。その結果、ブラジルはボリビアと条約を締結した。ボリビアは、国境の守備を強化して、 ロサスによる攻撃を止めることに同意したが、対アルゼンチン戦争で軍を派遣することは拒否した。孤立主義を取ったパラグアイとの接近は、より難しかった。しかし、ブラジルが1844年に、パラグアイの独立を正式に承認すると、両国は急接近した。ブラジル中パラグアイ大使、ジョゼアントニオ・ピメンタブエノは、パラグアイ大統領、 カルロス・アントニオ・ロペスの顧問官に就任するまで至った。1850年12月25日には、ブラジルとパラグアイの防衛同盟が締結され、ロペスが軍馬の提供に同意した。しかし、エントレリオス州知事、フストホセでウルキーサが1839年と1845年にウルグアイに侵攻したため、パラグアイはウルキーサがパラグアイを併合しようとすると考え、 軍隊の派遣を拒否した。ブラジルはウルグアイ内戦にも介入した。カシアス白爵ルイス・アルベス・デイリマエ・シルバが、リオグランデドする州知事に就任、同州に駐留したブラジル陸軍4個師団の指揮を取った。1849年により、ブラジル政府はモンテビデオで包囲されていたコロラド島の政府に直接援助を与え、1850年9月6日には、 ウルグアイ代表、アンドレス・ラマスが、イリネウイバンジェリシタで捜査と協定を締結、捜査の銀行を経由して、コロラド島政府に送金した。ブラジルは2年以上秘密裏に、コロラド島を支援したが、1851年3月16日には、公的にコロラド島政府への支持を表明した。アルゼンチン政府はこれを見て、動員を開始、戦争を準備した。ブラジルは、 アルゼンチン国内の反ロサス勢力にも接触した。1851年5月1日、まだフストホセでウルキッサの統治が続いていたエントレ、リオス州はロサスに対し、ブエノスアイレス知事に委ねられた主権と権力の公主権を取り戻すことが人民の望みであると宣言した。ベンハミン・ビラソロが統治したコリエンテス州も同様に宣言した。 ブラジルは領収の放棄を指示、資金援助を行った。ウルキーサがロサスを裏切った理由は長期間の敵対によるものだった。ロサスは1845年以降、ウルキーサが自身の打倒を目論んでいると疑って彼を失脚させようとした。これがブラジルによる軍事介入の引き金になり、ブラジルは艦隊をラプラタ地域に派遣、モンテビデオ港の近くを基地とした。 ブラジル独立戦争とシスプラティーナ戦争を戦ったイギリスのジョンパスコーグレンフェル海軍少将が艦隊の指揮官に任命された。艦隊は5月4日にモンテビデオに到着した。艦隊の構成はフリゲート1隻、コルベット7隻、ブリック3隻、蒸気船6隻だった。なお、1851年時点のブラジル海軍は武装搬送軍艦36隻。 武装上機船10隻、非武装搬送艦7隻、搬送輸送船6隻を有していた。1851年5月29日、ウルグアイ、ブラジル、エントレリオス州とコリエンテス州が、反ロサス同盟を結成した。同盟条約では同盟の目的を、ウルグアイの独立を守ること、ウルグアイの平和回復、そして、オリベの軍勢の追放と定めた。ウルキーサが、 アルゼンチン軍を指揮、エウヘニオ・ガルソンがコロラド島の軍勢を指揮した。両軍ともにブラジルからの資金援助と軍事援助を受けた。その後、1851年8月2日には、ブラジルの第六三兵大隊300人で構成された派遣軍の初動部隊がウルグアイに上陸、セロコを守備した。ロサスは8月18日にブラジルに宣戦線復刻した。 同盟軍のウルグアイ侵攻とアルゼンチン侵攻、カシアス白爵率いるブラジル軍16,200人は1851年9月4日にリオグランデドスル州とウルグアイの国境を越えた。彼の軍勢は4個手段で構成された。これはブラジル陸軍の4割以上を占めた。また、カシアス白爵は4,000人をブラジルに残して国境を守備させた。 ウルグアイに侵入したブラジル軍は3手に分かれた。本軍はカシアス自ら率いた第一師団と第二師団でサンタナドリブラメントから進軍した。他にはダビド・カナバロ率いる第四師団がクアライから進軍してカシアスの右翼を守り、ジョゼフェルナンデス巡将を率いる第三師団がジャグアランから進軍してカシアスの左翼を守った。 ウルグアイ領フルトゥオーソに到着した直後、カナバロ率いる第4師団がカシアスと合流した。そして、フェルナンデス率いる第3師団は、モンテビデオに到着する直前にカシアスと合流した。一方、ウルキーサとガルソンの軍勢は、モンテビデオ近くで、オリベの軍勢を包囲した。同盟軍の軍勢は、約1万5千人で、オリベの8500人を遥かに上回った。 さらに、ブラジル軍が接近してきたため、オリベは、勝ち目がないと悟り、10月19日に戦闘せずに、降伏した。その後、オリベは、パソモリーノに陰性した。ブラジル艦隊は、ラプラタ側とその支流に散らばって、オリベの敗残兵がアルゼンチンに逃亡することを、伏せだ。ウルキーサはクレンフェルに、捕虜の殺害を提案したが、クレンフェルはそれを拒否した。結局、 ポリョたちは殺害されず、アルゼンチン人は、ウルキーサの軍勢に、ウルグアイ人は、ガルソンの軍勢に編入された。ブラジル軍はそのままブランコ島が支配した領土を、簡単に占領し、オリベーの残党との小勢利合げにも勝利した。11月21日、ブラジル、ウルグアイ、エントレ、リオス、コリエンテスの代表は別の同盟を結成、アルゼンチンの人民を、 ロサス知事の暴政による圧迫から解放することを目的とした。ブラジル帝国海軍がトネレロとアルゼンチンの砲台をかいくぐる時の状況。ブラジル艦隊がパソデルトネレロを通過する様子。オリベが降伏した直後、同盟軍は2部隊に分けた。一つは川を登ってサンタフェ州からブエノスアイレスまで相当し、もう一つはブエノスアイレス港に直接上陸するという。 計画だった。前者は、ウルグアイ軍、アルゼンチン軍、そしてマヌエル・マルケスで操作率いるブラジルが一、師段で構成され、ウルグアイ南部で、ブエノスアイレスから見てラプラタ川の対岸にある、コロニアデル・サクラメントを基地とした。1851年12月17日、蒸気船4隻、コルベット3隻、ブリック1隻で構成された、グレンフェル率いるブラジル召艦隊は、 パソデルトネレロの戦いでパラナ川を力づくで通過した。アルゼンチン軍はアセベドの崖近くのパソデルトネレロで強力な防御線を築き、ルシオノルベルトマンシリア率いるライフルマン2000人と大砲16門が守備についた。アルゼンチン軍はブラジル艦隊と交戦したが艦隊の通過を防ぐことに失敗した。翌日、ブラジル艦隊は戻って、 トネレロの防御線を突破、捜査の軍勢の残りを上流のグアレグアイ中に向けて輸送した。ブラジル艦隊が2度も現れたことで、マンシリア率いる守備軍は、同盟軍が上陸して、自軍を後ろから攻撃するつもりであると勘違いして、混乱に陥り、大砲も放棄して撤退した。同盟軍はグアレグアイ中の集合場所への進軍を継続した。 ウルキーザ率いる騎兵は、モンテビデオから陸路で進軍。一方、不評と砲兵は、ブラジル艦隊に輸送されてウルグアイ側を登った。合流の後、同盟軍は西へ進軍。1851年12月中に、パラナ川東側のディアマンテに到着した。ガルソン率いるウルグアイ軍は、ブラジル艦隊に輸送されて、ポトレロッペレスに到着した後、 陸路で降軍して1851年12月30日にディアマンテに到着した。ここに同盟軍の全軍が再集結した。同盟軍はディアマンテから派遣隊を送り、パラナ川の対岸にあるサンタフェで上陸した。同地域にいたアルゼンチン連合の軍勢は抵抗もせずに逃亡した。同盟軍はブエノスアイレスに向けて進軍した。一方、 カシアス率いるブラジル軍の主力はコロニアデルサクラメントに残った。カシアスは蒸気船ドガアンソに乗船してブエノスアイレス港に入り上陸地点を視察した。彼はそこで駐留していたアルゼンチン小艦隊との戦闘を予想したがアルゼンチン艦隊は何もせず彼はコロニアデルサクラメントまで安全に戻り攻撃を計画した。しかし 同盟軍が火星ロスの戦いで勝利したとの知らせが届いたため攻撃は取り消された。火星ロスの戦い同盟軍が陸路でブエノスアイレスに向けて進軍している間、カシアス率いるブラジル軍は支援としてカイロからの攻撃を計画した。1852年1月29日、同盟軍の公営はカンポデアルバレスの戦いで、 アンヘル・パチェコが同盟軍の進軍を遅らせるために派遣した大佐二人率いるアルゼンチン軍四戦を撃破した。パチェコは撤退した。その二日後、パチェコ自ら率いた部隊はマルケス教の戦いで同盟軍の二個師団に撃破された。2月1日、同盟軍はブエノスアイレスからあと約9キロメートルのところまで着いた。翌日には 両軍の後衛の間で小競り合いが起き、アルゼンチン軍の撤退に終わった。ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエント。この写真では1852年にペトロポリスに逃亡した際、ペドロ2世から送られていた南十字勲章を身につけている。2月3日、同盟軍はロサス自ら率いるアルゼンチン本軍に遭遇した。名目上では両軍の勢力が近かった。同盟軍は、 アルゼンチン軍2万、ウルグアイ軍2000、ブラジル軍の西兵4000であり、内訳は、騎兵1万6000、不評9000、砲兵戦、大砲45門だった。アルゼンチン側は、騎兵1万5000、不評1万、砲兵戦、大砲60門だった。ロサスは、モロンの逆側、火星ロスの山にある高地という有利な位置に陣地を構え、 本部を火星ロスの山頂にある館に設けた。同盟軍の指揮官は、捜査、マヌエル・ルイス・オソリオ、ホセ・マリア・ピラン、ウルキーサ、ガルソンが1851年12月に休止した、後の公認であるホセ・ミゲル・ガラン、そして、アルゼンチンの統一党を率いたバルトロメ・ミトレと、ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントである。これらの指揮官は、作戦会議を開いて、攻撃開始を命じた。 両軍の前衛は、ほぼその直後に戦闘を開始した。火星ロスの戦いは、同盟軍の決定的な勝利に終わった。同盟軍は、不利な陣地で戦闘を開始したが、1日中続いた、戦闘で、ロサスの軍勢を殲滅した。ロサスは、同盟軍が、本部まで攻め込む数分前に、戦場から離れた。彼は、会員に奮してイギリス中部へのスアイレス大使。 ロバート・ゴアを探し出し、亡命を求めた。ゴアは、ロサスとロサスの娘、マヌエラ・ロサスをイギリスに逃亡させることに同意した。ロサスは、その後、1877年に死去するまでイギリスに、滞在した。公的記録では、同盟軍の死傷者を600人とし、アルゼンチン軍の損害を死傷者1400人、捕虜7000人とした。しかし、 戦闘の長さと規模を鑑みると過小評価の可能性がある。同盟軍はブエノスアイレスで勝利の更新を行った。中でもブラジル軍は25年前のイトゥサイン後の戦いの仕返しとばかりにイトゥサイン後の戦いの日付である2月20日に勝利の更新を行うことを堅持した。ブエノスアイレスの住民は恥と敵意を感じながら沈黙して ブラジル軍の行進を見たという、マウア鉄道の機関車試運転、1856年、ラプラタ戦争での勝利により、ブラジル帝国内部が安定したため、このような発展が可能になった。火星ロスの戦いはブラジルにとって重要な勝利であった。パラグアイとウルグアイの独立が確定し、アルゼンチンのリオグランデドする侵攻が阻止された。ブラジル帝国は年間の努力で、 アルゼンチン人の悲願であった旧リオデラプラタ副王領再建の望みを潰した。ブラジルの陸軍と海軍は当時の大国であった英仏領国の海軍をもってして成し得なかったことを成したのであった。これは同地域の歴史の分水嶺になった。というのもラプラタ戦争でブラジル帝国のラプラタ地域に対する派遣が始まっただけでなく、 ブラジルの歴史家ジェイカイマやペドロサによると南米全体での派遣の始まりにもなった。18年後のパラグアイ戦争もブラジルの派遣の再確認に過ぎなかった。イスパのアメリカ諸国は北のメキシコから南のアルゼンチンまでいずれもクーデター、反乱、独裁政治、政情不安、経済の不安定、内戦、分離主義に悩まされた。一方、ブラジルでは 戦争を通じて立憲君主制を強化、内部の反乱を阻止した。それまで問題を起こしていたリオグランデドする州が積極的に戦争に参加したため、同州の住民のブラジル人としての意識が増し、分離主義の勢いが減じて、ブラジルとの一体化が進んだ。ブラジル内部が安定したことで、国際での地位も上昇した。同時期にはアメリカ合衆国も、 頭角を表してきたが、合衆国は国境を定めている最中であった。ヨーロッパ列強は、ブラジル帝国を内戦と独裁に苦しめられた、大陸における例外として受け入れた。ブラジルは、経済、科学、文化の繁栄期に入り、この時期は1850年から、帝政廃止の1889年まで続いた。バルトロメ・ミトレ、1854年。ミトレは、 ブエノスアイレスを率いてアルゼンチン連合に対抗1861年のパボンの戦いに勝利してアルゼンチンを再統一した。カセイロスの戦いの直後サンニコラス協定が締結された。協定の目的はアルゼンチン連合の連邦協定の規定に基づきサンタフェで政権会議を招集することだった。この協定はブエノスアイレス州の権力と影響力を 他の州と同程度に提言させたため、同州は協定を受け入れず、連合から脱退した。これによりアルゼンチンは2つの独立国に分裂、2国は主導権を争った。この内戦ではウルキーサ率いるアルゼンチン連合の連邦党とブエノスアイレス自治派が争った。内戦は1861年のパボンの戦いで、ブエノスアイレス派のバルトロメ・ミトレが、 アルゼンチン連合に決定的に勝利したことで終結を迎え1862年にはミトレが統一アルゼンチン共和国の初代大統領に当選したラプラタ地域の河川が航行できるようになったことでパラグアイはヨーロッパの技師とブラジルの専門家と契約して自国を発展させることができるようになった外界との連絡ができるようになったことで パラグアイはより先進的な軍事技術を輸入できるようになり、独裁者カルロス・アントニオ・ロッペスは1850年代の大半を通じてパラグアイ側の自由航行を狙ったブラジル戦を妨害した。ロッペスはマットグロス蘇州がブラジルからの侵攻の基地になることを恐れたのであった。また、同地域ではパラグアイとブラジルの間の領土紛争もあった。さらに、 アルゼンチンとの国境先制定も難航した。アルゼンチンはグランチャコ地域の全体を要求したが、この条件を飲むにはパラグアイが国土の半分を割譲する必要があったため、到底受け入れられるものではなかった。ラプラタ戦争の終結は、ラプラタ地域の紛争を終わらせはしなかった。ウルグアイには平和が訪れず、ブランコ島とコロラド島の交想で不安定のままだった。 国境紛争、党派間の構想、そして地域と内部の影響力を強める試みは、ウルグアイ戦争の引き金になり、後のパラグアイ戦争をも引き起こした。ありがとうございます。